皆様、ゴニヤマトです。MiG-29 のエースパイロットキエフの幽霊、一時話題になりましたね。第2のキエフの幽霊現るというニュースが出ましたよ。今日は、第2のキエフの幽霊の話題ですよ。よろしくお願いいたします。その前に、ウクライナ軍の MiG-29 のエースパイロットキエフの幽霊について少し。そもそも、キエフの幽霊は、実在するエースパイロットではなく、パイロット全体を指していて、軍人や国民を勇気づけるために、作り出された象徴みたいなものだって話になっていましたよね。キエフの幽霊とは、ロシア軍機21機撃墜したMiG-29戦闘機のパイロットに付けられた名称です。2022年4月30日、一部の情報源は、キーウの幽霊とされるウクライナ空軍のステファン・タラバルカ少佐が、作戦終了後、2機間となり戦死したと発表されましたね。このキーウの幽霊の登場してたとされるMiG-29について見ていきましょう。MiG-29 がいかにポンコツかを知ることで、スホイを撃墜したことが、すごいことがわかるからです。ウクライナの空軍力。ウクライナは、ソ連から新たに独立した。当時、世界最強クラスの空軍力を誇っていた。ソ連の最新主力戦闘機スホーイ27とMiG-29は、もちろん、世界最大の超音速力爆撃機ツポレフ160ブラックジャックなど約1100機にする軍用機を保有していた。しかし、独立後30年余りの間の政治的経済的混乱で、ウクライナ空軍は崩壊。2月24日のロシア全面侵攻に直面した際、ウクライナ空軍は、ほんの一握りに過ぎない水準だった。現在の、ウクライナ空軍の戦闘機数は70機以下であることが分かった。ソ連時代に、ウクライナが駐留した戦闘機の中で、ウクライナが、取得し現在まで維持している戦力は、スホーイ27、32機と、MiG-29 と37機に過ぎない。スホーイ27は時代遅れではあるが、現実の基本性能を備えた機種である。旧ソ連が、米国の F-14、F-15 の高性能の星空戦闘機に対応するために開発した。問題はMiG-29である。詳細情報が公開されるまで、MiG-29 は、西側の全ての戦闘機を圧倒する最強の戦闘機という評価がされていた。特に、近接、戦闘能力は、当時最強の近接戦ファイターである F-16 を凌駕するとされていた。しかし、結果的にほとんど幻想であったことが判明した。当初、MiG-29 は、MiG-23 の後継となる適度な性能の迎撃機として設計された。しかし、実際の性能は、ソ連当局の最初の要求を大きく下回った。ソ連時代にも、MiG-29 は、自国の軍当局から拒否され、ソ連崩壊後の防衛産業輸出市場では、スホーイ27に完敗した。特に、ウクライナ空軍が保有した、初期型MiG-29の性能は、多くの点で問題を抱えていた。戦闘機の心臓といえる RD-33 エンジンの推力は、同級戦闘機より優れていた。問題は、推力以外の残りの要素が落第点だ。代表的な問題が、400時間に過ぎないエンジンの寿命である。米国が開発した同級戦闘機用 F-404 のエンジン寿命4000時間の10分の1だ。通常、戦闘機パイロットの技量を維持するためには、年間150から200時間の飛行訓練が必要だ。MiG-29 の場合、通常の訓練だけでも、3年ごとにエンジンを乗せ替えなければならない。このため、ほとんどの MiG-29 運用国は、飛行時間を大幅に減らしたり、エンジン寿命が超過した戦闘機を運用しているのが実情だ。このような旧型の戦闘機で、ロシアの最新戦闘機を相手にできたということは、すごいことですよね。今回、ウクライナのMiG-29は、空中戦で、ロシアのスホーイ35を撃墜し、第2のキエフの幽霊か?と話題になっています。ウクライナ軍の説明によると、この戦闘は、2機の戦闘機が、おとりと狩人のコンビを組む典型的な2機編成だった。おとりは敵機を誘い出し、戦術的な操作で敵機を露出させて、狩人として入ってくる味方機を待ち、
敵機を撃墜したのだそうだ。第二次世界大戦ではアメリカの義勇軍フライングタイガースの創設者バーナード・チェンがこの戦法を重要視し、特に敵機と磁気の性能に差がある場合は弱肉強食の効果が得られるとした。ロシア軍はスホイ35、米国の F-10V、F-16C、FA-18 よりもわずかに優れた第5世代のアビオネレーションとエンジンを搭載した4世代機と呼び、スホイ35を誇りに思っていました。ですがウクライナ戦争が始まって以来、圧力の優位性を発揮してませんよね。ブラジル空軍の雑誌には、ウクライナ空軍のツイッターによると、今日、5月27日午後2時頃、ミグ29戦闘機が、黒州上空で、ロシアのスホイ35戦闘機を撃墜したと報じました。ウクライナ戦争勃発以来、欧州各国は、ウクライナへの戦闘機供給を増やそうとしており、ミグ29がよく話題になるが、機密保持のため、実装はまだ不明です。もし、スホイ35がミグ29に撃墜された場合、ロシアの最新鋭戦闘機が、また一つ失われることになる。もう一つの見どころは、ロシア機のような最新鋭の戦闘機を、旧世代の、しかもほとんどアップグレードされていない旧式の機体で打ち負かしたことです。これは大変なことですよね。このツイートに付けられたネットの反応を紹介します。ネットでは、日本の同人誌から、こんなキーフの幽霊が、タイムトラベルしたのですか？戦死したと言われていたのに、タイムトラベルしたようですね。私は、キーフの幽霊の話を信じています。エキサイティングな続編ですね。ウクライナに栄光を。ロシアの戦闘機は、金属くずの山になりましたね。との声が聞かれました。お願いだから、戦争を早くやめてください。株価が下がり大変なことになっています。と、日本でも、嘆きの声が多く聞かれますね。いい加減ロシアは諦めてって感じね。そればかりではなく、キッシーショックと言われて待ちぼよ。岸田内閣が、昨年10月に発足してから、株価はずっと下落傾向ですからね。4ヶ月で100兆円も吹っ飛ばした男。桃鉄で言えばキングボンビーですね。面白いわね。小山とくん。それでは今回はこれくらいで。皆さんの感想などを、コメントなどいただけると嬉しいのです。あと、チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。